大須双子山古墳は、かつて、愛知県名古屋市中区にあった、前方公園墳。六世紀前半に築造されたと考えられている、大型の前方公園墳で、大須古墳群のうちの一つ。かつては、岩正寺名古屋文院の公園であり、公園部には、尾張徳川家三代藩主、徳川津奈成の側室、梅馬サインのお玉屋やその次女21人の墓などが、 あったが、お玉屋は、第二次世界大戦の空襲で消失した。古墳は、戦後の伏見通りの拡張や大須球場建設などに、伴い1947年頃までにすべて破壊されて、正式な発掘は行われていないが、銅鏡やバグ、甲冑などの副葬品が出土したことから、終わり地域を支配した主張の墓と考えられている。なお、出土品は、 名古屋市博物館や、ムサン大学人類学博物館に収蔵されている。跡地には現在、名古屋スポーツセンターが建つ。古墳の規模はかつて、全長50メートル、公園部の直径30メートル、高さ8メートル、ただし周辺が削り取られている、可能性があるとされたが、その後の田中実の研究で、全長75プラス8メートル、公園部、 前方部の最大幅40メートル、くびレ部幅30メートルとされ、長らくこの数字が使用されてきた。昭和初期の地積図や廃線直後の現況図などの資料から、全長138メートル、前方部幅100メートル、公園部直径72メートル、高さ10メートルで、ダンプ山古墳に次ぐ規模があったとの説もある。主体部については、不明な点が多い。明治期に作られた。 地石図では、西本願寺の公園として北西部から南に位置し、北西端の公園部はよく保存され、道路も周囲に沿ってカーブしている。南の前方部の長さを含めた、全長138メートルとする説は、地域範囲125メートルなどを根拠に再検討が提案されている。出土品の一部南山大学人類学博物館、展示。 大須双子山古墳から出土した主な副葬品は、次の通り。前述のように正式な発掘は行われておらず、現在に残る遺物の多くも、古墳撤去の際に出土した遺物を譲り受けた人物が、後に寄贈したなどの経緯から、出土時の状態や位置などは不明である。また、工事中に出土したと伝わる種塗りの木管を含めて、遺物の大半は失われた。ありがとうございます。